ニゲさんを作るっていうところで、はい、今日はいろいろなの見せていただいてるんですけども、一応ジャパニーズビューティーインスティチュートのところでいろんな日本の特にビューティーについてお聞きしたいと思っていて、はい、そもそものきっかけみたいなのは何なの、はい、まあ、そもそもはですね、これは、徳島大学さんと富士通さんが、企画をしたものがあって、伝統メイクっていう企画だったんですけど、いわゆる阿波浄瑠璃人形ですか、はい、徳島のそれをアーカイブ化するっていう企画だったんです、ね、で最初はそのプラスチックで出力された人形に、まあ、メイキャップをしてヘアをつけて、その人形に誰かヘアメイクしてくれる人いないかっていうことで、資生堂の、まあ、メイクといえば資生堂だろうっていうこともあって、それでオファーが来て、貫禄さんっていう人形使いの方が動かしてこう演目を披露するっていう企画だったんですね。貫禄さんっていう方はもともといろんなミュージシャンとかジャズとか、あるいはそういうダンサーとかっていうような方たちと新しいタイプの人形浄瑠璃を広めてた方なんですね。なので非常に面白いなと思って、そこで貫禄さんが海外にまずそのヨーロッパで公演をするんだけども、新しい人形が必要なんだよねと、そこで、まあ、キャラ君作ってみるっていう感じで言われて、まあ、僕もやりたかったんで、そういうことをやってみたかったので、いいですよということで、じゃあまず顔から作りましょうと、同じなんかあるものをただヘアメイク変えても面白くないから、顔型から作りましょうよっていうことで、顔から作り始めるようになったんですよね。ケイラちゃんってそのケラ様の名前をつけたんですか。すごい名前ですよね。初めなんか偶然かなと思ったんですけど、そうではなくね、まあヨーロッパっぽいっていう、確かにそうですね。それでケイラちゃんっていう名前を貫禄さんがつけてくださったんですけど、まあ荒廃した世の中から、世界の中から、まあ、民を救うというか、そういう救世主の役割を持たせたいっていうことで、まあ、どこかに日本的な風格というか風貌を入れながら、かつただまあちょっと近未来的な雰囲気とかっていうものを入れていきたいということで、そういうキャラクターをイメージして作りました。海外でそのある意味日本の、まあ、ビューティーというか、日本のそういったものを届けるっていうところでお仕事をされた時に、何か少しこう心がけるというか、そういうものって終わりだったりしたんですか。やっぱり日本ならではの顔の風貌というか雰囲気っていうのはなんか独特な気がするんですよね。いわゆるウリザネ型の顔に、まあ、一重ではないんですけど、すっきりとした目元にっていう、で割とおちょぼ口の口 で髪型は日本髪っていうのが、なんとなくこう古い伝統の中に培われた日本のビューティーの価値観みたいなのがあると思うんですけど、そこはあんまり変えたくないなっていうのはあったんですよね。でそこ変えてしまうと、なんかどこでも同じようなものに見えてしまうし、だから結構劇的に変えても、変えたとしてもどことなくそれを感じるっていうか、その日本伝統美をなんか感じるっていうものの方が、きっと海外の人たちが見た時に受けるんじゃないかなと、面白いと思ってもらえるんじゃないかなと思ったので、そこは意識してできるだけ文楽の人形 の雰囲気は残すようにっていうのは心がけました。日本のメイキャップアーティストとしてもし語るとしたら、ジャパニーズビューティーの魅力って何なんですかって聞かれたら、どういうふうにお答えになりますか。どうでしょうね、僕はなんとなくですけど、ナチュラルで洗練されてるっていうのがジャパニーズビューティーだと思いますね。まあ比較的シンプルな表現方法で、はい、粋であるっていうことですかね。本を今度出されるというのを、はいはい、知ったので、ちょっとそこのお話を聞きたいと思ってるんですけど、クリエイティブ、まあ、クリエーションの撮影をする上でいろんなノウハウが必要だと思うんですが、どういうところから、まあ、クリエーションを始めたらいいのかっていうのが結構若い美容師さんの方たち分からなかったりするので、そういうノウハウを集めた一つにまとめた本を作ろうと思っているんですね。そういうなんか結構ちょっと秘密にしたいようなところもオープンに、オープンに、あ、そうですね、あ、そうなんです、オープンイノベーションですね。そうですね、やっぱり、まあ、いっぱいこうノウハウはちゃんと蓄積したものはしっかりと出して還元すると、これが美容業界です。では最後にですけど、はい、
この展覧会なんですけれども、これはいつまで今回はされるんですか？今回ですね、9月1日まで、はい、埼玉県立近代美術館でずっと公開してます、はい、けどまだちょっとイベントというか、そうですね、坂部美紀夫さんとのトークショーっていうのもあります。じゃあもうすごい楽しみにまた伺いたいと思います、はい、またぜひいらしてもらいたいと思います、はいはい、よろしくお願いします、はい、今日はどうも本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。